スポーツ庁などに要望したのは、来年以降に国体や国スポを開催する佐賀県や三重県など4県です。佐賀県は2023年に国民体育大会から名称が変わって初の大会となる国民スポーツ大会を予定し、準備を進めています。一方、今年10月の鹿児島大会は、現在開催の延期などが検討されていて、結論によっては佐賀大会が最初の国スポではなくなる可能性があります。今日の要望では、鹿児島大会が仮に延期になっても、後に開催する県に最も影響が少なくなる対応策を導き出してほしい。その際は後に開催する県の意見も聞いてほしいと求めました。鹿児島大会の開催は今月中に判断される見通しです。